はい。えー、今回、僕がドリームアカデミアで教えてることにしましょうか。ドリームアカデミアで教えてること。まあ、今回、久保さんが言う通り、やっぱりね、あのーお、お客さんのニーズっていうのを知らないと、まあ、もちろんね、自分の内,か内側から出るもの、大事なんですけど、ビジネスやっていく上で、露出していく上で、ある一定の数を集める上で、ある一定の、あの、ファンを獲得する上で、やっぱね、 こう絶対的大事なことが何かっていうと、内側から出るものではなく、お客さんに合わせて、お客さんが求めてるものを流していくっていうのがめ,めっちゃ大事なんですよ。で、ドリームアカデミアは何を教えてるかっていうと、とりあえずアンケート取れっていうのね。もうとにかくアンケート取りましょうっていうことを、まあ教えてるんですけども、まあブロ僕の場合はブログ、あの、YouTube のコメントとか、ブログのコメントできないようにしてるんですね。だけど、あの、アンケート取ってます。 だから久保さんはね、YouTube でアンケートを取ってるようなもんで、要はそ、それが分かれば、お客さんが今悩んでることが分かれば、お客さんが求めてるものが分かれば、そこに対して提供すればいいだけなんですよ。だからこんなすごい麻雀店経営してるではなく、どういうそのものを求めて麻雀店に来るのか、どういうものを求めて麻雀をやっているのか、どういうところがあるといいのかっていうね。 そのお客さんのある程度のニーズを聞いて、そこに対して満たしていくっていう。ここがね、まあ僕が習ったのが、まだ満たされてない感情。まだ満たされてない、あの、見込み客のまだ満たされていない感情を、お、満たしてあげるっていうね。まあこれ結構僕習った上で大事だなとは思うんですよね。で、じゃあ満たされてないものって何なのかっていうところをしっかりと調べるってことですね。うん。だからまあ、 それをやって、それを提供していて、なんだ、稼げないってことはないですね。だ売れないってこともないです。もちろんその100%売れるかっていうと100%ではないけども、売れる確率はほぼ高いです。めちゃめちゃ高い。だって、それが欲しいわけじゃないですか。<laughs> それを求めていて、それが欲しいわけじゃないですか。うん。じゃあそれが無料、無料だったら、なおかつ求められる確率高いですよね。お金払わないわけじゃないですか。自分が、あの、求めているものが無料で出てる。 聞きたいですよねだから、まあ、内側から出る、あの、あ、そうそう。だから、なんだろうな、手持ちのカードで表すならば、相手のカードを知れってことですね。相手のカードを知れでいいかな。手持ちのカードを使うっていう話をね、おこまん長者合宿で結構してるんですけど、相手のカードを知れば、相手のカードを知れば、なんだろうな、じゃあ、手持ちのカードで、 この相手のカードがね、じゃあ、X に対して A っていうカードが有効だっていうことを知っている。じゃあ、その X っていうカードを、が相手が出すっていうのを知っていれば A 出せばいいじゃないですか。あ厚出しじゃんけんみたいなもんなんですよね。あ <laughs> 厚出しじゃんけんで負けることってあり得ますないですよね。相手がグー出すんだって知って、自分のパワー出せばいいだけじゃないですか。ね <laughs>。相手のカードを知れて言ってい、いってください。<laughs> いってらっしゃい。